では、レイトレーシングを用いたレンズフレアについてお話しいたします。本日のアジェンダがこちらです。まず、レンズフレアとは何かについて簡単にお話しします。次に、従来の表現方法を紹介した後、カメラの基本構造などについて説明いたします。レンズフレアを実現するための処理といたしまして、カメラ内での光線追跡とその周辺処理、光波の計算についてお話しいたします。その後、遮蔽処理や問題点とその緩和方法、高速化のための取り組みについて触れ、まとめといたします。では、まず導入といたしまして、レンズフレアの説明を行います。示しているのは、実装した結果です。レンズフレアは、高輝度な光源がカメラの画角に入ることによって主に生じる広角現象であり、ゲームでは画面を印象的に演出するために用いられるエフェクトです。主に光源位置に発生する星型のスターバーストと、光源と画面中心を結ぶ直線上に整列して生じる多角形状のゴーストに分けられます。ゴーストは多角形状に見えることもあれば、ひねった図形のように複雑なものも存在します。従来、この表現をするために様々な手法が提案されてきました。ここではその一部に触れます。まずはスプライトベースです。こちらは光源と画面中心を結ぶ直線上に画像を連続的に配置していくものです。そのため、ゴーストに複雑な変形は基本的に見られず、位置などはアーティストに依存します。次にイメージベースです。こちらは再帰的に画像のスケーリングを行うことによって、多数の光源が画面内にあっても一定のコストで処理が行えるものです。しかし、やはりこちらも複雑なゴーストの自然な変形は難しい点があります。物理ベースなものとして、周密なグリッドの光線追跡を行うことで、複雑な変形を伴って最もらしい振る舞いをするものが提案されています。事前計算が多く、実行時もそれなりに中密なグリッドを用いるため、基本的に高負荷なものとなっています。しかし、論文内で紹介されているレンズフレアは見た目が非常によく、再現することでアーティストの表現の幅を広げられると考えました。そこで、弊社も光線追跡を行うことにしました。その際、スターバーストやゴーストの見た目が最もらしいレンズフレアを表現するための計算や、生じる問題への対処をしました。他にも実用的な速さで動作させるための高速化などを考えましたので、それについて共有いたします。まず最初に想定するカメラの構造を紹介します。カメラの内部は主に複数のレンズと光量を調節する絞りバネ、そして受光するセンサ素子で構成されています。レンズフレアは光がこれら構造内に突入しセンサに到達することにより生じるので、この構造内における光線追跡と生じる光波分布のシミュレートで実現します。詳細な説明を行う前に、本レンズフレアの大まかな流れを示しておきます。まず1番のように、前玉と呼ばれる最前面のむき出しのレンズ側に等間隔グリッドを生成し、各光子点からカメラに向かって光線を射出する操作により、センサ上で歪んだグリッドを得ます。また光線追跡時には各光線の強度や絞りバネ上での通過位置を記録します。次に2番のように、絞りバネを模したマスク画像からスターバースト、ゴーストの画像を生成します。その後3番のように、先ほど得た通過位置を参考に強度などを反映しながら歪んだグリッド上にマッピングを行い、レンダリングを完了します。本発表では主に光線追跡、光波分布画像生成、光波分布画像マッピングに焦点を当てて解説を行います。では光線追跡部分の説明に移ります。レンズに対しての光線追跡なので、ここではどう簡単にレンズを表現するかを考えます。例えば画面左上のように、平凸レンズを横から観察すると、平面と球面で構成されていることが容易にわかります。これは他の O レンズや凸レンズについても同様で、画面右上のように、基本的にレンズは
平面と球面の組み合わせで表現できます。したがって光線を表す直線と平面または球面の交差判定の繰り返しがレンズフレアにおける光線追跡になります。この交差判定は単純に方程式を解くだけなので BVH などは用意せずにコンピュートシェーダーで簡単に実行できます。レンズの情報はネットで調べて得られるレンズのテーブルに記載されています。そこには画面左上のように各表面要素における曲率半径と次の表面への距離が記載されています。光線追跡のためにこの情報を平面と球面の集合に解釈し直す必要がありますのでそれについて考えます。まず今画面向かって右向きを正の方向とします。すると曲率半径の正負によってどちらに向かって表面が凸になっているかを知ることができます。今回の場合は先ほどのテーブルの下のように曲率半径が正であれば向かって左向きに凸、負であれば向かって右向きに凸な球面になります。また平面の場合は何も書かれていないか無限大と書かれています。そしてテーブルに記載された曲率半径と次の表面までの距離を使えば計算に必要な平面・球面の位置がわかります。今画面右上のように最初の表面要素の位置を z=0 としましょう。すると番号0であれば曲率半径が無限大なので単純にその場に平面を作ります。番号1であれば番号0から d0 進んだ位置に球面の端が来ることになるので z イコール d0 プラス r1 にその中心を持つことになります。その時の球面は r1 が負であることから中心を z イコール d0 から見て左に持ちます。このような計算を繰り返して球面と平面の集合としてカメラのレンズ群を定義します。光線を追跡する対象を簡単な図形の集合にできたので光線追跡でどういった経路を使うかを考えます。ゴーストは表面での微弱な反射成分であり偶数回反射したもののみがセンサに到達して現れます。では偶数回反射するあらゆる光線を想定するかといえば計算が膨大になるため到底できません。そこで反射率が小さいことを用いて表面要素の中から2つだけ反射面を選択しその他の表面要素では屈折する経路を想定します。考える表面要素を N 個とした場合に生じる合素の数はそこから2つ選ぶ組み合わせの数になります。光線追跡において計算の対象にした光線はゴースト画像をマッピングするグリッドを構成します。そのため画像のどこを標本するかという情報を持たねばなりません。各光線は絞り羽を通過する際にラジ U ラジ V で表される値を記録します。これは絞り羽の中心を原点とした座標をその開いている部分の半径で割った値です。この2乗の和の平方根が1より大きい場合はその光線が遮蔽されていることを表します。またラジ U ラジ V は少しの計算でゴースト画像を標本する際のスモール U スモール V として使用することができます。マッピングする際に必要な情報が得られたので次にゴーストの色を評価するための処理に移ります。カメラのレンズは基本的にゴーストのようなノイズを低減するためにレンズ表面に反射を抑制する膜が貼られています。この膜を反射防止膜と呼びこれによる効果を計算することで最もらしいゴーストの着色や強度の再現を狙います。今画面左上の図のようにレンズ表面に屈折率 N 厚み L の膜がある状況を考えます。この時膜の内部を往復した際の位相変化を E の J にデルタとしておきましょう。屈折率と実際の厚みから垂直入射時の光路差は 2NL であり位相差は光路差で表すことができます。位相差は勝手に決めた値ですがこの等式により計算が可能となりこれは反射率計算に必要な関係式になります。次に反射光は空気単層膜間での反射成分と単層膜ガラス間での多重反射成分の総和を合わせたものになります。したがって反射率は反射成分の総和 ER と
外部から入射した電波 E0 を用いて計算できます。これによって得た反射率は波長に依存するため、各波長に対して異なる反射率が取得でき、色を再現できるようになります。また本スライドでは説明の単純化のため垂直入射の場合を書いていますが、実際は斜め入射で計算しています。その波長の持つ刺激と合わせて使用することで、最終的に得られるレンズフレアにおいて様々な明るさと色を持ったゴーストが描けます。また膜圧や波長に対する屈折率変化など公開されていない数字は多いので、仮の値で計算しています。次に収光度合いの評価です。先ほどの反射率により生じるゴーストごとに明るさが違うことも再現できますが、単一のゴーストの中でも明暗の分布が見られます。その再現を考えましょう。左上に示すように前玉で入力された等間隔なグリッドは センサ面で歪み、粗密が起こります。また一定の明るさの光線をレンズに入力した場合、出力面での広がりが小さければ光が収束することで明るく、広がりが大きければ光が拡散することで暗くなります。したがってこの性質を使えば単一のゴーストの中で発生する明暗の再現ができます。そこで画面上中央のようにある光線に注目し、センサ面での周辺4つの矩形の面積の和を取ります。これと入力面での周辺4つの矩形の面積の和を取って得た比が、前述の特性をうまく表す強度を調整する係数となります。では光波分布画像生成部分の説明に移ります。より良い表現のためには波動光学の理論を用いた画像生成が重要です。まずはスターバーストの画像生成から始めましょう。ここではフランホーファー解説という解説の近似計算を用います。これはフーリエ変換を用いた手法で、高速フーリエ変換によって高速に評価できる手法です。具体的には左上のように絞り羽を模したマスク画像を用意し、それにフーリエ変換を施すことで解説像としての周波数スペクトルを得ることができます。ここでマスク画像は空いているかどうかの情報さえあればいいので R チャンネルのみです。計算された周波数スペクトルは実数と虚数として現れるので、二乗和を取って強度に変換します。フランホーファー解説では単一の波長に対しての結果を与えますが、実際にセンサに到達するのは様々な波長の成分です。では他の波長に対しても同様の計算が必要かといえばそうでもありません。中段左のフランホーファー解説の式に注目すると、計算されたフーリエ変換による強度像 I は赤い矩形で囲ったように強度と大きさが波長に依存しています。したがって一度強度スペクトルを取得すれば、それをある波長ラムダ0のものであるとし、他の波長ラムダではそれを強度ラムダ分のラムダ0の二乗倍、大きさラムダ0分のラムダ倍することで得ます。この仕組みに従って他の波長での結果を取得し、中段右の式のように可視光域にわたって積分後 RGB に変換することでスターバースト画像を得ます。一方でこの手法には制限があります。今回のシミュレーションに用いた計算方法はフーリエ変換によって実現されるため、その性質を継承します。今左上の式のように実関数をフーリエ変換の入力とした場合を考えましょう。実関数は複素共液がそれ自身になるため、フーリエ変換の定義から振幅強度スペクトルが減点対象になることがわかります。右上のように実際に奇数枚の羽のカメラで発生したスターバーストは点対象ではなく若干非対称に見えます。しかし前述のことから、本手法では奇数枚羽の計算をしても減点対象な解説像しか得られません。もし非対称にしたい場合は、角度に対してランダムな値を与える関数を用意し、それに応じて計算結果のスモール u スモール v を操作し変形を加えるといった対応が考えられます。次にスターバーストの見た目をより最もらしくする方法を考えましょう。カメラの前玉は空気に露出するため傷やホコリがつきます。少なくともこれは左上のように
解説度に影響を及ぼすため、この効果を反映することを考えます。実現は非常に容易で、右上のようにゴミや傷を模した画像を用意し、マスク画像に乗算した状態で計算を実行するだけです。またマスク画像は R チャンネルのみなので、もちろん乗算するゴミ画像も R チャンネルのみです。またこの時ゴミを表す部分は0にしておくことが重要です。これは絞りのマスク画像に対し乗算を行うため、ゴミ部分で遮蔽を表現する必要があるためです。またゴミ画像を日で作っておき、その間を遷移するパラメーターを追加しておけば、その変化に従ってゴミの影響を調整することができるので便利になります。スターバーストについての説明は終わり、次はゴーストに関する説明に移ります。ここでももっともらしい分布を得るために波動工学的な電波計算を用います。スターバースト生成に用いたフランホファー解説は近似計算でした。今回は光線追跡によって得たグリッドにマッピングする画像を生成するので、せっかくなら高い精度で計算したいと思いました。そこで厳密な解説を扱うレイリー・ゾンマーフェルト積分を高速に評価する核スペクトル法を今回の計算に用いました。この手法では画面左上のようにスターバーストの計算時と同様、絞り羽を模したマスク画像を用意しておき、それと周波数応答関数を用いて計算を行います。その内容は画面右上に示す式のようにフーリエ変換で計算できる畳み込み演算です。さて理論的には極めて厳密な核スペクトル法ですが、実際に数値計算でゴーストを生成する場合においては注意が必要です。画面右上に示した周波数応答関数 HFRF の式に注目すると、電波距離 D が大きくなるほどより短い周期を持つことがわかります。つまり計算する距離が長くなるほどに信号周波数が上昇するチャープ関数になっていることがわかります。したがって数値計算においては、電波する距離が大きくなると離散化に伴うエイリアシング誤差が周波数応答関数に現れ、計算結果に重大なノイズを生じてしまいます。そこで弊社では周波数応答関数を必要十分な帯域に制限する帯域制限核スペクトル法を採用することで、この問題を回避しています。こちらが実際に解説電波計算時に通常の核スペクトル法と帯域制限核スペクトル法を用いた場合の計算結果の比較になります。核スペクトル法に対して帯域制限核スペクトル法では、確かに周波数応答関数は打ち切られ、中心の区形領域外がゼロとなっています。画面右に示したそれぞれの手法で得られた解説像の拡大図を確認すると、通常の核スペクトル法では解説像にノイズが生じてしまいます。一方で帯域制限核スペクトル法ではそのようなノイズが解消され、問題のない見た目になっており、厳密なゴーストの解説波が得られたことになります。以上でレンズフレアに必要な情報は揃ったので、描画に移りましょう。ここでは特に説明するものはありません。今までに得た情報を用いてグリッドにテクスチャマッピングを行い、レンダーターゲットに描くだけです。明るさや色についても意識せずとも、ある程度自然なものが再現できる上、歪んだグリッドにマッピングできることで、自然に非線形な変化を伴うゴーストを描画できます。ここからは遮蔽処理や高速化などについて紹介していきます。まずは画面外に光源がある場合の対応です。スクリーンスペースでは基本的にカメラの振動バッファーを使用することで遮蔽を行うと思いますが、その場合画面外でフレアを出すことができません。そこで弊社では今フレアを出す光源としているライトのシャドウマップと、フレアを描画しているカメラの位置を用いた振動比較をすることによって遮蔽判定を行います。しかしここでシンプルにカメラ位置での遮蔽判定結果を使うと日時での判定になり、遮蔽されるかされないかの境界でレンズフレアの遮蔽状態が即座に切り替わってしまいます。例えばアーティストからの指摘で風揺れする樹木の葉による遮蔽のケースで、頻繁に遮蔽状態が変わるためチカチカとしてしまい画面をうるさくするというものがありました。そこで滑らかに遮蔽状態を再現する方法を考えます。
まず単位円内をランダムに標本した点を128点用意しておきます。次に画面上中央のように遮蔽判定したい領域を決める半径 R を与えて、用意した点を R 倍したものをカメラの位置に指定します。その後各点でシャドウマップを用いて深度ベースの遮蔽判定を行います。この時用意した点の中に原点が含まれるのは、遮蔽判定にカメラ自身の位置を含まないとカメラ位置での遮蔽が行えないためです。次にこの遮蔽判定を行うシェーダーをコンピュートシェーダーで書き、グループ数1128スレッドで起動します。そして各スレッドは各ランダム点での遮蔽結果に応じて、遮蔽時はカメラ位置から測った対応点の長さを、露出なら R を記録します。その結果をグループシェアードな配列に書き込み、記録した長さの最小値 R ミンを計算し R で除算します。これによりカメラの位置の近傍で遮蔽される要因があるほどに0に近く、そうでない場合に1に近くなる値を得ます。これをレンズフレアの大きさと明るさを示す値に乗算すれば、滑らかな遮蔽を表現することが可能になります。次に生じた問題への対処についてです。処理負荷や消費メモリの観点から、基本的に多くとも9種類ほどの波長を可視波長帯から標本して使用するしかありません。そのため号素によっては画面左上のように各波長に対する成分が大きく分離したようになり、不自然な見た目となります。そこでこの問題を緩和するための策として、使用している波長帯を複数に分割し、毎フレーム各領域内で異なる波長を標本します。そして毎フレーム過去のレンダリング結果とブレンドすることで、見かけ上の標本波長数を増大させ、分離部分を緩和します。しかしこの対応によってレンズフレアが移動したときに若干ブラーが残るので、その部分への対策は別途考える必要があります。ここではブラーについては言及しません。最後の項目として高速化です。基本的にオーバードローが多いエフェクトであるためコストが高いです。描画段階では光線追跡時に記録したラージ U ラージ V をテクスチャをヘッジするためのスモール U スモール V に変換します。ここで記録されている値はラージ U ラージ V の定義から、開口の外側、つまり絞りバネ部分に光線が当たった場合は遮蔽されているということを意味しました。したがってそれらから計算されたスモール U スモール V にはテクスチャの定義されている範囲外を指し示すものがあり、ゴーストの描画に全く貢献しない、そのような値を持つ無効な光線を除外します。ゴーストによってはグリッドのわずかな部分しか有効なスモール U スモール V を持っていない場合があり、例えば右上の例のように、この例除外処理によって大幅に無駄な頂点を省くことができます。具体的な処理としては、画面左上のようにある光線に注目し、この頂点を共有し三角形をなす周辺の頂点のスモール U スモール V から AABB を生成します。この AABB がスモール U スモール V イコール0011で定められる AABB と交差を持たない場合、描画に寄与する頂点を損なうことなく頂点を破棄することができます。実際の処理としては、破棄したい頂点位置に何を設定することで、その頂点を含む三角形ごと破棄しています。例えばダイレクト X であれば、ダイレクト X スペックスに頂点の扱いに関する記載があります。プレイステーション5にてこのカリング処理によるパフォーマンス変化を確認しました。頂点としては75万ほど投入しています。カリングをすることにより、ゴーストの描画は約10倍ほど高速化されました。カリング処理を含めても約 6.5 倍速であり、意味のある最適化だったと考えます。また実際の運用では波長数を減らしたり、描画範囲を狭くするといった負荷低減策を講じることになるかと思います。以上をまとめさせていただきます。数値伝搬計算手法や光線追跡によって最もらしい見た目のレンズフレアの描画を目指し、画面外においても遮蔽を実現するなどしました。問題としては、まず
奇数マイバネの非対称なスターバーストを表現できないことがあります。しかしこちらに関しましてはテクスチャを変形することで実現が可能です。他にも付加的な視点やスクリーンスペースで光源位置を取得できないことから多数の光源に対応できないといったものが挙げられます。またレンズの情報で公開されていないものが多いという問題もありました。展望を上げさせていただくと絞りの開口部周辺の必要十分な範囲に光線が集まるようにし少ないグリッド分割数で綺麗なゴースを出すことによる高速化がまずあります。他にも多数の光源からレンズフレアを出せるようにするアルゴリズムを考えるというものがあります。以上で私からの発表を終わります。